こんにちは、プードル刺繍の花デイジーです。今日は今までとは違ったバラの刺繍の刺し方をご紹介したいと思います。はい、これは自分で、干しておくだけで作ったバラのドライフラワーなんですけども、家の中に飾っているんですけども、これを見ていてなんかこんな風にバラが刺せたらいいなって思ったので、今日はその刺し方をご紹介します。それでは図案から描いていきます。皆さんは水で消せるチャコパ、こういったので描かれるといいと思うのですが、ちょっと見えにくいのでもう油性のマジックで描いていきます。まず小さく丸く描きます。で、あとはこういうふうに少しずつ重ねながらというのはこの場所ですね。こうやって薔薇のこう渦巻きのような、そういう感じを描いていきます。図案はこれだけなんです。では早速刺していきたいと思います。ピンクの濃淡2色用意しています。これで刺していきます。3本取りで刺していきます。はい、では3本取り、アウトラインステッチのちょっとこう変形したようなもので刺していこうと思います。この丸は抜けてこの線から刺していきます。アウトラインステッチだったらこの曲線をこう綺麗になだらかになるように刺していくのですが、結構こう角度をつけてこうギザギザした感じを表現します。こんな感じですね。ここがこう、なだらかじゃなくてカクカクとなっていますね。下手くそでいいんです。下手くそに刺すぐらいがちょうどいい。はい、では次この線を刺していきます。2色使いにするんですけども、もうどこをどの色で刺すか、まあ、適当でいいと思います。多分後でこの図案よりもこの曲線を増やしていくと思うので、なんか刺しながら様子を見ながらやっていく感じですね。このカクカク感が花びらのなんかこうギザギザっとした感じを表現できると思ってこの図案を考えました。まあ、図案というかこう刺し方ですね。はい、ちょっとバラを見てみましょうか。こんな感じ、なんかこうギザ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 なっていますよね。この感じをこの、まあ、下手くそな曲線で表現していこうと思います。多分こう空間があるので、もう一つの色はその間に入れていこうかなと思うので、とりあえずはこの今描いている線をこれで、この色で刺していこうと思います。結構思いつきでやっていますね、今。はい、それではどん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 今のように刺していこうと思います。で、よりこの重なりですね、この重なりを強くしたい場合はちょっと離れたところに出します。
そしてここよりもちょっと内側に落とします。そしたらこんな風にはっきりとこの前のラインとこのラインがこうずれているのができますよね。そんな感じでこうギザギザを強く表現していきます。どんどんそれをやっていくとこの内側へ内側へ行ってしまうので、まあ、ちょっと修正しながら、なので綺麗な直線ができてなくてもいいよという刺し方です。ちょっとここ空間できてしまいましたけども、そんな時間に一つ入れてごまかしていきます。はい、刺してきました。ではちょっとねこれだけだと寂しいので、もう一色の濃い方のピンクでこの間に加えていきます。いきなり刺していってもいいのですが、ちょっとやりにくいなと思われる方はこの間にこう線を加えておいて、それから刺してみてください。綺麗なラインを作らなくていいので、簡単でいいですよ。気を張らなくてどんどんできますのでね。では残りのラインも、気の済むまで加えていこうと思います。真ん中の丸い部分はしべなので、後でこう黄色でフレンチノットステッチで加えていきますね。では刺していきます。はい、ここまで刺してきました。もうこんな感じにしておこうかなって思います。はい、しべの黄色なんです。ちょっと落ち着いた感じの色を選んでみました。こんな感じの色ですね。これも3本取りで刺していきます。はい、ではこの中心にフレンチノットステッチを加えていきます。1、2、30巻き。はい、ピンクのバラができました。ではいろんな色で刺しても可愛いと思うので、今回ピンクの濃淡2色で刺しましたけど、いろんな色で刺されたら可愛いと思います。お好きな色で挑戦してみてくださいね。はい、3種類刺してみました。どうでしょうか。こんな感じで好きな色でいろいろ刺してみてくださいね。葉っぱの刺し方は葉っぱの刺し方動画もいくつかあるので概要欄に貼っておきます。参考にしてくださいね。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも役に立ちましたら、いいねボタンやチャンネル登録、コメントやリクエストなどもお待ちしていますので、よろしくお願いします。それではさようなら。